長野でのお話。夏の時期に申し訳ないのだが、雪庇というものをご存知だろうか。屋根や木の枝に積もった雪が自重に耐えきれなくなったか、もしくは何かの弾みでどさっと落ちてくるというものである。雪と聞けばたわいもないように思えるかもしれないが、昼の日差しで溶け、夜の寒さで固まるといった循環を繰り返した。それはもはや雪というより氷塊といったものである。それが音もなく頭上から落ちてくる。場合によっては木の枝ごと落ちてくるのだから、なかなか恐ろしいものである。そんな真冬の出来事を一つ。あれは大学3年の冬、時期で言えば2009年の12月と記憶している。春夏冬と毎回休暇になると、祖父母宅に行っては釣りをしたり、山小屋の整理、畑、土地の手入れをしたりして過ごしているのだが、春や夏に比べると冬は雪のせいでやれることが少なくなるし、釣りも禁漁である。周りにはスキーや温泉だと楽しみを持つ者もいるのだが、それらに興味のない自分には少々退屈な時期だ。しかし冬でしかできないこともある。それは釣り場の探索だ。夏には崖下や藪が生い茂り、漂流するのに難儀な場所でも、冬の間なら雪の上を進むことで行動範囲をより広めることもできる。雪上を進むのはそれなりにしんどいのだが、普段は行かない場所で思いもしない両ポイントが発見できれば、春からの釣りがまた一段と楽しいものになる。そういう理由から冬の間は新たなポイントを探すべく沢や森中を探索していた。そんな晴れたある日、山小屋へ向かう途中にある小さな沢が目についた。普段通り過ぎる場所であるのだが、もしかしたら奥に行けば両ポイントがあるかもしれない。道から簡単に入れるので、もしよければ今後のポイントの一つになるだろうと思いから探索を始めた。車を降り森の中を歩く。耳の端にわずかに聞こえる水音を頼りに、まず沢を目指す。雪上を歩くにあたっては、雪庇だけではなく跳ね返りや天然の落とし穴にも注意しなければならない。跳ね返りというのは、雪に積もった雪の重さで曲がり、しなったまま雪に埋もれている木である。重しとなって乗っている雪がなくなれば、勢いよく飛び出してくる場合があり、当たるとちょっと痛い。また雪は地面ではなく藪の上にも積もっているため、気をつけなければズボッとはまることもある。それらに気をつけつつ30分ほど進み、沢へ出、そこから沢沿いに上流へ10分ほど歩いたとき、開けた場所を見つけることができた。さて、ここはどうだろうかと吟味している中、何かが頭に当たった。大きさはゴルフボールくらいだろうか。感触からすると雪、まあ天気もいいし日差しで溶けた雪庇だろうと思ったところに、またポンと頭に当たる。やれやれと雪庇が当たったであろう後頭部についた雪を払っているうちに、ふとおかしなことに気がついた。雪庇というのは上から落ちてくるはずである。なぜ後頭部に当たるんだ。そう考えているうちに、今度は右耳付近の側頭部に当たった。思わず飛んできた方角に目をやる。いや、雪庇だと思ったが、もしかしたら跳ね返りで飛んできた雪かもしれん。しかしそれならば他にも雪上に飛んできた跡があるはず。何より飛ばしたであろう木がすぐ見つかるはずだ。だが周りを見渡してもそのような跡も木もなく、目につくのは自分の足跡だけである。必死に理由を考えている間にまた当たる。さすがにムカッと来たので、足元の雪を固く握り、飛んできた方角へ思いっきり雪玉をぶん投げてやった。その瞬間、後頭部にポンではなくゴツッという鈍い衝撃が当たる。氷だろうか。先ほどよりも一回り大きく、そして硬いやつが当たった。もう考えるのはやめだ、帰ろう。森の中を抜ける途中にいくつか頭に当たった。さすがに氷ではなく最初のような雪ではあったが、反応はせずに車に戻り帰宅した。あんな一方的では勝負にならん。あの沢にはそれ以来行っていないが、今度はロケット花火でも持って行ってやろうかと思う。